元サッカー日本代表ヘディングのスペシャリストが外野ノックをした時にここぞでやっぱりヘディングしちゃう説。今回 J リーグやアンダー日本代表で活躍した那須大輔さんと日本屈指のセンターバックだった秋田豊さんとコラボ。打球の入りとか合わせがうまい。打球、野球で言うとサッカー選手のボールへの入り方、間合い、トラップの技術が実は外野フライの捕球にも応用できるのではないか。もうサッカーだと関節視野でこうはできるんですけど。関節視野って何ですか？このここら辺で見てる感じです。顔上げてこの下で目だけをこう。そうですね、大体感覚でこうやって、はい、まあ、やれるんですけど、はい、野球のこれは関節視野じゃないですよね。ボール見えますもんね、基本。外野で言うと、本当にボールだけしか見ないです。その前にどこに投げなきゃいけないかっていうのは準備してるかもしれないです。この打球でこのランナーいたら走るなとか、どこ行くなっていうのは、多分サッカーで流動的ですよね。あ、そうですね。自分で全部判断しないけど、はい、見て。もうヘディングの時は、ジャンプしてる時に、フォワードこうやって見てる。はぁ。フォワード見ながら、ちょっとこういうふうにボールをドライブ。足元ヘディングでドライブする。いや、そうっすね。基本的にいません。ヘディングドライブそれはこの唯一無二さんの。はい。ヘディングで多分、日本でその30年いて、3本の意味には絶対あるので。うわ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 ボールへの入りっていうのは、野球似てますか？一緒もらったって、はい、だから野球好きやからヘディングはうまく。じゃあ今も取れますか？取れるでしょ。ヘディングスピードボールを奥位置って決めてるんですか？こっちとかこっちで決めてます。この胸でもちょっとこっちに当てたりとか、少しこう横に右に流したりとか。野球で言うとやっぱり同じようにこうどこで入るかとか。あ、そうですね、はい、うまい選手だってこう吸収します。はあ、あのアイボールを。野球も、はい、ぶつかると弾いちゃうんで。そうですね、こう、はい、受ける感じの通ずる、はい、似合ってるところだと思います。それはガヤノクイージーですね、おそらく。はい、おぉ、ナイスキャッチ。こんなのが来ても慌てないメンタルが羨ましい。練習しないと怖いね。あー、聞こえる。あれはい、やばい。サッカーボールよりもっと伸びるみたいな。あ、そうですね。まあ、風に流されやすいので、はい、それを予測しながらこう、多分下がってるじゃないですか、皆さん。そればっかりは正直、場数ですよね。はい、いやー、どうですか？今の軌道なんかっていうのはサッカーでもあり得る。全然ある、全然ある。蹴られた瞬間にもう目切れる。ジャンプしてる時にフォワード見ながら。あ、なるほど。最高打点のところに飛んでる。でフォワード見て、でダメだったらこうやってやってこっち刺してとか。これは裏。おお。逆に当たった。動くまたまたしてる。いや、全然合ってない。めちゃくちゃ言い訳に聞こえますけど、はい、サッカーボールの方がもっと落ちてくるの早いよなっていう意味だろうと。でも秋田さん取れてるんで言い訳になりますけど。そうですね。確かにサッカーボールは重たいという、はい、いやー、難しかった今。そうです。ああ、すごい。ああ、いい。まあ、加点の入り方。惜しくなってきた。いや、よかった。あ、待った。ああ、来た。まさかの。あ、ああ。おい、伸びたね。いや、伸びたっすね。いやー、面白いね。もう一丁。どうだ？よいしょ。うおー！よいし
まあでも風に流れる打球は怖いよね。何なんですかこの最後のこの合わせる感じ。ああ。最後のところで、あのヘディングも最後でな、はい、風で流れる時ある。ほう。そこの微調整で。あー、悔しい。ポイントちょうだい。これ一緒。あー、うまい。おー、ナイスキャッチ。うまい。ボール打たれた瞬間に大体どこら辺にっていうのがイメージがわかるから、あとも最後微調整。完全に言ってることはプロの外野手です。いやいやいや、でもサッカーはそんな風にしない。え、髪の毛ないけど、はい、ヘディングで失敗したことあんまないんだよね。髪の毛ないのと関係あるんですか。いや関係あるじゃん。ボールこうやって擦って、はい、髪の毛薄くなったんでしょって、はい、ナスが言ってたんで。そうなんですか。飛び火してますけど。あっさわあ、ナイスプレー。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。あ、取った。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。よっしゃ。おお、ボディ止まり合う。よっしゃ。ナイス。がっちりがっちりですね。いいですよ。いい。いい判断。今のいいっすね。お寿司。はい。はい。わあ。セオリー通りじゃないですけど。よっしゃ。やりましたね。ありがとうございます。